でも虐待なんですよね、これが。血だらけですよ。ね、もう皆さんね、見苦しいところですけど。原因分かりました。もう在籍の長い女に対して攻撃してますね。で、校内かなり裂傷してるんで、流血がひどいです。で、今のところ扉に対してのお払いはもう50発超えてますね。もう早急にね、もう元飼育員を戻した方がいいです。菅義弘さんね、もう太郎が持ちませんよ、体が。もうやばいですね、かなりひどい裂傷を繰り返してますよ。大怪我です、大怪我。これをね、ヘラヘラ笑いながら作業してるんです、彼らは。彼女たちはね、彼女たちや彼らはヘラヘラしながらね、毎日仕事をしてるんです、こうやってね。先人のね、教訓を学ばない。だからこうやってね、事故が起きる。虐待事故ですね。はい、一旦切ります。